送金のひよこの旅。スタッフはさまざまな分野で夢の目の前に立っている金のひよこを探すべくリサーチを開始。すると気になる新聞記事を発見。天才エレナ14歳で鍋貞と共演という見出しの記事には、札幌市在住の焼きそば好きの普通の女子高生ラスボはアルトサックスを手にすると普通じゃなくなるとある。すでに CD デビューも果たしており、まさしく我々が探し求める金のひよこだ。スタッフは金のひよこ寺久保エレナさんに会うため札幌青秀高校を訪ねた。スタッフは金のひよこ寺久保エレナさんに会うため札幌青秀高校を訪ねた。すいません、こんにちは。こんにちは。日本テレビの笑ってこられてと申します。こちらにサックス奏者の寺久保エレナさんという方がいらっしゃると聞いてきたんですけど。あ、いる。え、どの方ですか？こちらが女子高生サックス奏者の寺久保エレナさんだ。お願いします。元気いいですね。元気いいですよ、このクラス元気だけが取り柄です。早速自慢のサックスを見せていただいた。できれば聴かせてもらいたいんですけど。今ですか？はい、じゃあ吹いちゃいますよ。1992年札幌市内で生まれた。一人っ子として育ち、おとなしい性格だったが、6歳の時ピアノを習い始めると一転、自己主張が強い女の子。音楽は大好きになったが、譜面通りにピアノを弾くのは大嫌いだった。そんな寺久保さんは9歳の時、ひょんなことからサックスを始めることになる。そのきっかけとなったものが彼女の部屋にあるというので見せてもらった。いや、これですね。これがこう私がサックスをやるきっかけとなった人形です。マジで？なんかこれを知り合いの方からもらって、でこの楽器かっこいいなと思って、あ、これがサックスなんだって言って始めた。だってこの人形いなかったらやってないわけでしょ？やってないですしね、この番組にも出れなかった。サックスに興味を持った寺久保さんは両親に頼んで近くの音楽教室に通い始めた。小学生は寺久保さんただ一人。大人たちに混ざって真面目にレッスンに取り組むと、10歳の時には小中学生が対象のジャズスクール札幌ジュニアオーケストラに参加。そして11歳の時、ある人物との出会いが寺久保さんのサックス人生を変えた。その人の名はチャーリー・パーカー。チャーリー・パーカーは34歳の若さでこの世を去ったアメリカの伝説的アルトサックス奏者。バードの愛称で親しまれ、その天才的なアドリブはジャズの歴史を変えたと言われている。バードの CD を聴いた小学生に衝撃が走った。とにかくもう全体がかっこよかったです。音からこう曲から何もかもが、チャーリー・パーカーの CD をかけて、そしてもうチャーリー・パーカーと全く同じアーティキュレーションとかこうなるように吹いて、でそれを自分で吹いたのを録音して、それを聞いて、あ、チャーリー・パーカーかと思ったって思う。ということでその練習法を見せてもらった。より吹きまくるスーパー小学生だった寺久保さん、その当時の演奏がこちら。
名実ともにオーケストラの中心的存在に成長。するとその名は日本ジャズ界にも浸透していった。そして彼女の存在を一気に世に知らしめたのがサックス奏者渡辺貞夫。寺久保さんが14歳の時、彼女の才能にいち早く気づき共演を果たしたのだ。これが私の宝物で、渡辺貞夫さんから永久貸し出しされた。はい、じゃいつか返すんですか。返さないです。返す気はないです。綺麗な。貞夫さん。他にも多くのミュージシャンたちが寺久保さんとのセッションを望んだ。世界的なトランペット奏者日野晃正、Pスクエアのサックスとして活躍した本田雅人、フリージャズピアニストの先駆け山下洋介など、その顔ぶれはそうそうたるものだ。そして山下洋介とのセッションが寺久保エレナの運命を再び変えた。セッションを見た名プロデューサー伊藤八十八氏の目に留まり、メジャーデビューすることが決まったのだ。そして今年3月、ニューヨークでレコーディングが行われた。グラミー賞ノミネート9回のベテランピアニストケニー・バロンをはじめ、新人に対しては異例のメンバーが集結。寺久保さん作曲の2曲を含め全10曲を吹き込んだ。完成した CD のタイトルはノースバード。これは山下洋介が提供した同名の楽曲から付けられた。そしてこのタイトルには山下さんのある思いが込められていた。バードというのはジャズファンならご存知の巨匠のチャリーパーカーの あだ名なんですね。やはりチャリーパーカーをすごくこう連想させる素晴らしいプレーなんですね、エレナちゃんのは。それでバードという言葉が出て、それで出身が札幌でしょ、だからノースバードとくっつけちゃったら、これはちょっといいなと思いまして、下からその素晴らしいね鳥がね舞い降りてくる。吹いてる時の顔はただごとじゃないですね。もうバーンって入っちゃって。北のバードと称される天才サックス奏者も学校では普通の女子高生。彼女にとって学校生活はパワーの源。自身のブログにその様子が記されている。学祭で叫びすぎて声が出ません、楽しかった、昨日から定期テストが始まりました、今日は古典のテストがあるので理博の気持ちになりながら勉強中ですとライトな文章が並ぶ。ところが読み進めるとちょっと違うテンションの日記を発見。東京ジャーズ、東京ジャズのメンバーが発表になりました。やばいやばい、これは夢か。すでに多くの大物と共演してきた彼女をして興奮せしめるやばいメンバーとは誰なのか。東京ジャズは年に1回東京国際フォーラムで行われるアジア最大級のジャズの祭典。9月5日 Women in Jazz フィーチャリング寺久保エレナの幕が上がった。東京ジャズへの出演を決めた金のひよこ寺久保エレナ。すでに多くの大物と共演してきた彼女をして興奮せしめるヤバいメンバーとは誰なのか。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ショーター作曲のイエス・オア・ノーをブローする寺久保さんをサポートするバックはロン・カーター。1960年代黄金のマイルス・デイビス・クインテッドのベース奏者、ジャズベースの神様と呼ばれ、その指先から生み出される存在感のある音は聴く者を魅了する。 BB
ビーキングをはじめ、さまざまなアーティストに楽曲を提供するベテランピアニスト、ウィル・ブールウェア、そしてオマー・ハキム、スティング、マライア・キャリー、マドンナ、デビッド・ボーイらのアーティストと共演している。彼女にとってはこの舞台もまだ大いなる旅の入り口。女子高生にして北から舞い降りてきたバード、寺久保エレナ、君こそ明日は羽ばたく金のひよこ。じゃあ早速お呼びしていろいろ聞いてみましょう。寺久保エレナさんお迎えしてます、どうぞ。はい、三浦さんどうですか、こういうパワフルな女の子は。いや素敵だと思いますねえ、はい、どうですか、三浦さんは。いや素敵だと思います。どうする、一旦ハンマ君にあのここに手突っ込んでもらう。さあそれでは女子高生サックス奏者、寺久保エレナさんのスペシャルライブです。5000円ぐらい払って帰りたいです。今日はもっと払えよ。